西区は大阪市を構成する24行政区のうちの一つ、市の都心中西部に位置している、日本最古の行政区であり、大阪都心6区の一角をなす。市政施行以前に遡る、軍区町村編成法施行により発足し、以来統廃合されていない区の一つで、東区の他に、京都市上京区、下京区も該当するが、大阪府が、 京都府より2ヶ月早く施行しているため、東区が日本最古の区となっている。また、同法施行により発足した大阪4区のうち唯一統廃合されていない大阪市最古の区でもあり、日本の政令指定都市で西区と称する行政区のうち最古の区でもある。都心回帰の傾向が強まる中、食住近接に適した有数の良質なマンションや集合住宅が立ち並ぶ。 高層住宅地として再開発が進んでおり、特に区南東部の新町、北、堀江、南堀港では小学校の教室が不足するなど人口が急増している。同じ大阪市の中央区や北区と同様に人口の自然増も大きく、2021年5月現在では日本の政令市の行政区の中で最も人口密度が高くなっている。これらのことから、 老年人口の比率が大阪市24区の中で最も低くなっている。区域は東を西横堀川、南尾道頓堀川、岩崎運河、西を境川運河、北を安治川、土佐堀川に囲まれた区形をしている。概ね中央を南流する木津川を境に東西に大別される。江戸時代から全域が市街化していた東部は、江戸堀川、京町堀川、 甘堀川、阿波堀川、薩摩堀川、立ち売り堀川、長堀川、堀江川、百軒堀川といった堀川が巡らされた水運主体の町だったが、これらの堀川は戦後に全て埋め立てられた。寺島の木津川沿いや富島、古川、安治川新地など、江戸時代から市街化していた地域もあるが、大半を旧西成郡九条村が占めていた西部は明治以降に、 市街化された地域が多い。大阪市立花の井中学校そばにあるこの花の百8 6 9年、江戸期以来の大阪三里を再編して発足した4、大組の一つである西大組の流れを組む。1875年の大区、小区制施行により西大組は第3大区となり、1879年の軍区町村編成法施行により、第3大区が西区となった。 1889年の市政施行により、区域と名称はそのまま、大阪市の行政区へ移行した。1897年に、西成郡九条村、川南村の木津川、伊勢、川北村の伝房川以南を編入。1925年に港区とこの花区を分区。この際、川口、本田地区を除く旧九条村は、一旦港区となり、それまで、 北区だった富島、古川、安治川地区も港区となった。1943年より現在の区域となる。区役所は当初、阿波堀通り1丁目に設置されたが、1880年に薩摩堀北の町へ、1893年に江ノ小島東の町へ、1934年に西長堀北通り4丁目へ移転された。 木津川及び百軒堀川より東の下船上、堀江は江戸時代以来多くの堀川が整備され、雑魚場魚市場、海産物などの問屋街、土佐藩、薩摩藩、徳山藩などの蔵屋敷が立地して栄え、戦運が発達した地域であった。また、新町遊郭や堀江新地など遊興の場も作られた。木津川より西の九条は淀川河口の中洲だったが、 江戸時代初期に農地として開発され、九条島と名付けられ、後に九条と改められた。安治川と木津川の分流点である九条北端の川口には大阪選手の船番所や組屋敷などが置かれた。明治時代には大阪選手跡土地に川口外国人居留地が設置され、大阪における文明開化の象徴の地となった。川口の木津川大岸に位置する江ノ小島には、 大阪府庁舎、大阪市庁舎が建設されるなど、大正時代まで大阪の行政の中心地であった。川口居留地は、川底が浅く大型商船が入らないため、外国商人は、間もなく、神戸に移っていったが、代わって、中国商人が入り、日中戦争の激化までは、中華街が存在した。一方、江ノ小島の南、尻なし川と木津川に挟まれた寺島には、 明治以降新町遊郭から遊郭外転し、松島遊郭となり、堀江新地も引き続き遊興地として繁栄した。松島に近い九条新道は、西の震災橋と呼ばれたこともあった。しかし、下船上の市場の機能はより大きな市場に集約されていく。雑魚上魚市場とウツボの海産物どんや街は1931年に開設した大阪市中央卸売市場に、 移転統合され、問屋街の跡地は大阪大空襲で壊滅の上占領軍の飛行場にされ、松島新地や堀江新地は戦後廃止された。また、御堂筋の開通により、梅田と南場を初めて結んだ四つ橋筋は相対的に地位が低下した。材木商、陶器商、機械金属商なども高度成長期以降、都心の渋滞を避けて郊外に移転し、流通の簡素化で、 トンヤ業が衰退するなど、かつてほどの活気はなくなった。しかし、近年の都心回帰により、道島や中野島などの都心ビジネス外に隣接した住宅エリアとしての利便性が見直され、高層マンションの相次ぐ建設などで人口が急増するとともに、堀江、新町、宇都ぼ公園周辺などが、カフェレストラン、服飾店、インテリアショップ、 雑貨店などファッショナブルな店舗の新しい集積地となった。また、江戸堀、京町堀、新町に数多く残る大正昭和初期地区の近代建築や雑居ビルがギャラリーなど文化情報発信の拠点として活用され続けているなど町への魅力から近年訪れたり店を開く若者が増加している。2005年に実施された国勢調査において 人口増加率が隣接する中央区に次いで高い14.5%増を記録した。これは、政令指定都市の行政区の中では、大阪市中央区、横浜市都筑区に次いで3番目に高い数値である。1889年の市政施工時の東南西北4区のうち、東区と南区は合併して中央区になり、北区は、 北隣の大淀区と合併して新たな北区となったため、市政施向時から単独で存在する区としては、西区が最古ということになるが、現在の西区は、都心回帰による再開発によって、関西の文化、流行の最先端を進む区に変貌しつつあり、新種の気風を重んじる大阪らしさを象徴する地域となっている。かつて西区を経由する鉄道路線は、 大阪市営地下鉄のみだったが、2009年3月20日開業の阪神南波線がこの区で初めての民営路線となった。また、大阪環状線が大正駅弁天町駅間でごくわずかながら西区を通過しており、車内から京セラドーム大阪が俯瞰できる。四ツ橋筋の渡辺橋、道島川上の阪神高速道路四ツ橋筋、新町付近向かって、 左側二つ目の建物は、昭和3年建造の長瀬山両本館ビル、専門学校高等学校中学校、小学校幼稚園1997年に、近鉄バファローズのホームスタジアムとして、大阪ドームが完成すると、球場の最寄りの商店街の一つである東区の、ナインモール球場商店街もバファローズの、 お膝元として地域に密着したチーム作りを応援する体制を整えるようになった。これをきっかけにバファロードなる愛称もついた。しかし2004年シーズン中にオリックスブルーウェーブとの合併計画が発覚したことをきっかけに同商店街では合併の撤回運動を展開したが合併決定は覆らなかった。だが2005年度以後もチーム名にバファローズが残ること。 大阪ドームを本拠に変更とすることから、今後も同商店街は、バファローズのお膝元の商店街と位置づけて様々な応援キャンペーンを続けている。大道生命を大阪本社ビル級大道生命、ひ後橋ビルのテラコッタに限りなく近づけ旧ビルのイメージを大切に建築された。大阪ガス発祥地、西区にあるドームシティガスビル。 小賀のビル北建東洋タイヤ大阪発祥の企業である朝日新聞社サントリー大阪ガス増印魔法瓶タイガー魔法瓶国曜はこの西区が発祥地であるが大阪ガスの方は現在京セラ大阪ドームの近接地にドームシティガスビルという大阪ガス所有のビジネスビルがある。ありがとうございます。